シャキした。いや、濡れてはいないと思うんですけど。はい、ということで一人検証をやっていきたいと思います。さあ、やっぱりこう 右側、自分から見て右側、崖の方ですね、がですね、ちょっとやっぱり誰か通ってる、歩いてるような感じがするんですよ。先ほどは反応なかったんですけど、一度トリフィールドメーターやっていきたいと思います。2000、うわ、めっちゃ足音する。9000、ちょっとこれ5000、12000、ちょっと遠いのでカメラに残しておきたいと思います。急に止みました。で、これが先ほど説明した通り1000を超えるとっていうふうに言われてるんですね。で、ちょっと今落ち着きました。ちょっとカメラ止めます。トリフィールドも終了します。
気が全然違いますね。足が痛い、足の裏が痛い。お分かりいただけただろうか。空気が全然違いますね。すごいです。もうちょっとしたらスピリットボックスの方も検証していきたいなと思います。カバンの中で勝手に光りました。青、なんで、え、普通バケタンの場合ボタンを押すとピッてなるんですよ。聞こえるかな、この色が変わるときにピッピッてなるんです。今音もなしで急に青色になったんですね。この辺、びっくりした。え、今入った。スピリットボックスもやっていこうと思います。どなたかいますか。声がする。どなたかいますか。
たら返事をしてください。今物を投げたのはあなたですか？あなたは怒っていますか？スピリットボックス検証終わります。はい、ということで、はい、ということで一人の検証を終わりたいと思います。で、空気が違うんだよ。ちょっとスピリットボックスには入らなかったんですけど、トリフィールドメーターは反応しました。で、バケタも勝手に誤作動して青色っていう結果でした。20分経過になりましたので、一旦検証を終了していきたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということでやってきました。やってきました。やりました。検証も終わりました。はい、キャン岬どうでした？一応ここですね、怖かったね。何か通ったのも見ましたし、不思議な感じがした。で、トリフィールド一人検証の時にトリフィールドが1万7000まで行ったのと、あと上から何か降ってきました。で、バケタン勝手に押されました。で、スピリットボックスに多分声入ってます。オカルト何かやってほしい、言ってほしいところがあればいつでも連絡くれれば、はい、はい、喜んで言います。喜んで行きます。ただ絶対に立ち入り禁止の場所は私たちは入りませんので、そこだけはご了承ください。もう一番怖いのはね、この年になると幽霊より警察とハブです。ハブ、あ、まあ、皆さんも心霊スポット行く際はハブに注意してください。はい、でも怖いですけど、もうということで、また次回になります。怖い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。後ろ向いてレイ、ありがとうございました。